はい、どうもこんばんは。6月2日金曜日夜9時を回りました。リピートタイムの時間です。はい、今日はですね、いつも相方を務めていただいておりますヒロポンがですね、欠席のために、いつも、はい、ことあるごとに、ちょいちょいリピートタイムに出ていただいております。準々レギュラーぐらいのですね勢いになってまいりました。FM タイアクさんの方からですね、また今週も、曲を超えた、ゲストさんということで、お送りしたいと思います。今週はこの方を迎えております。パーソナリティ日向さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、あのね、だから 6,7 分前に同じようなことやった気がしますけどね、うんうん、そうそうそう、だからなんか知らないけどね、うん、顔がニヤニヤしてるんだね、私ね。にやけが止まらなくってね。あのデジャブってやつですよね。そうだね、一回寝たか。寝たんだね。寝たんだね。うん、5分前ぐらい寝たかな。ヘイベイビー。ヘイベイビー。なんだ？それは誰のせいかね、ベイビー。あれ？あれ？なんか聞こえました今。なんかね、天の声のようなね。はい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 。ちょっと。やっぱまだ夢の中なのかな。ヘイベイビー。ああ、夢。あ、ベイビー。今日の夢、変な夢ですね。そうだね。寝直そっか。寝直しますか。じゃあ皆さん、おやすみなさい。あれ。カモンベイビー。ちょっと聞いてくれよ、俺の名前。何？ガンズンローゼスの。アクセルローゼス。はい、っていうネタもですね、2回目。テイク2。テイク2。あのですね、いやということでチャイニーズデモクラシーというアルバムをですね、はい、10年前からダスダスと言っててね、はい、ダスダス詐欺でですね、はい、それで10年間アルバムも出たのにも出てないのにもかかわらず、はい、ツアーを行ってまいりました、はい、アクセルローズです。はいはい、ということでどうも高木さんありがとうございました。いやー、豪華ですよ今日は、うん、そうです、前にね、あの FM 体育さんの方のラジオでは共演させていただきました、うん、これまた FM 体育さんの方でパーソナリティやられております高木さんに今回は混ざっていただいております。はい、ね、はい、アクセルローズアクセルローズでございます。いや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 、ダメだ、もうダメだ。だってさっき高木さん撮ってないんだもん。そうだ、俺のせいだね。撮ってないんだもん。ねえ、あのリスナーの方皆さんご存知の通り、リピートタイム基本収録なわけですけども、あの今日はですね、本当に曲を超えたお付き合いということで、FM 泉さんの番組なのにもかかわらず、なぜか FM 大白さんの方で収録しているというですね、恒例行事だね。恒例行事ですね。そしてミキサーが録音し忘れるという、はい、よくあること、よくあること。ね、さっきいろいろありましたよ。だってオープニングでさ、うん、あの時間計ろうと思ってさ、うん、あの僕がストップウォッチをさ、うん、ポチって押したらそれが手からコロンって押してさ、そう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 、ね、それが入っちゃって日向さんがあの、ね、登場前から笑っちゃってさ笑いこらえるのに苦しい苦しいなんて言ってたのにもかかわらず、ね、はい、それ全部ないことになってましたね。そう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 なくなっちゃった、はい、どこかあのパラレルワールドのね、どこかね、うん、他の世界のお話です。そうね、そうですね、はい、そうですね、あのー、いやもう一つ思ってたんですけど、はい、こんばんは、デイブリーロスですでも言おうと思ってたんだけどね、言わなくていいわ言わなくていいなるほどね、なるほどね、放送事故になっちゃうからいろいろ思ってたんだけどねどこでなんかピチピチのレオタードみたいなの着てると思ったら最近着ないですけどね。そうそう、着ないですね。昔ね。っていうか今何やってるかよく分かんないですけどね、はい、デイブリーロスさんね。そうですね、あれとマンヘーレンに復帰したんだよね。したっていう話はちょっぴっと聞いて、はい、その後なんかその後どうなったの、 CD 出てない感じ。うん、そうそうそう、デイブリーロスってバンヘーレンのボーカルね、途中でサミー・ヘイガンになったんだけど、そうそうそう、またデイブリーロスに戻ったの。ほうほう、へえ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 このネタ知ってる人は古いよみたいな古くないよね懐かしい懐かしいのかな、懐かしいと思うよ。あ、そっかそっか、うん、あれ、うん、アイゼンさんって、はい、あれ年齢って公表してる、今年で39になってしまいました。そっか、そうそう、はい、39の年だから、ね、7つ下だ、7つ下なの。そうそうそう、あ、高木さんからはね、そうです、うんうんうん、7つ下というと、うん、俺が、うん、高校を、はい、
1年の時、うん、9歳あ、分かった分かった なんでそこ基準なのそうそうそうなんで小学生なの分かんないけど なんかこうノリが悪いのは一、うん、回俺録音取りっぱなしだからかなとかさ、へくっちゃったからね、しょうがないしょうがない大丈夫全然大丈夫です。さっき6分喋ったでしょ、今5分来たから、もうちょっとでみそぎは済むよ俺。そうなんだそうそうそう、あ、なんだなんだ、まだ過ぎてないんだ。そう、まだ怒られるタイムだから。あ、そうなのね、はいはいはい、何話してたっけさっきの6分は。ねえ、何話したんでしたっけ ねすごい盛り上がってて、もうこのままどうなるかっていうぐらい盛り上がってましたね、うん、はいはい、一気に冷めちゃったからね、忘れちゃったの ね、 そうだね、頭の中真っ白になっちゃったもん ね、 ね、うん、そうだね。これでまた撮んの忘れたなんつったらどうなんだろうねさあそこはもう私じゃないからね、あとはアイゼンさんがね、その時はうん、うん、あの高木さんに丸々一人でリビュータイムおお、それはいいかもね、やってもらいましょう、うん、そ う、 ね、うちらは外で休憩ね、茶飲んでるんでお茶飲んでね、なんかちょっとご飯食ってくるんだあ、そうだそうだ、取っといていただいていいですか本当だ本当だいやね、これって、はいはい、うん、音楽の話する番組じゃないんですか。え、音楽の話は、してもいいんですけど、はい、あんまりしないです、ね、あ、しない。普段は何の話をして、フリートークで、はいはい、うん、音楽の話って本当聞いたことないね、私が聞く限りでは。そのヒロポンさんと、はい、一緒にやってて、そうそうやってて、そう、さっきそのヒロポンの名前がやばい、あ、そうだね、それはそっか、これこの世界ではまだ話してない、うん、まだ話してないんだね、夢の世界では。そうだそうだ、 あっち夢だった。なるほどね、そうそうそう、まあいいか、まあ、いい俺ヒロポンってね、危ないお薬、ね、そうそうそう、そうだね、俺出なければよかったね出なければよかったと思うっていうそのくだりもね、うん、さっき夢の中で言ってたね、うん、そう、うんうん、あとガンズンローデスのアクセルローズって言わなければよかったと思ってうん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 よし、戻ってきた戻ってきた戻ってきたぞ、よーよかったね、リッチーブラックモアですっても言おうと思ったんだけどね、な、言わない方がいいねそれ初耳ですねそれこちらの世界で初耳あっちでもこっちでもあっちでもこっちでもいや大変ですね、パラレルワールド行く気するとね。本当だ ね、 ね、一瞬の出来事だから ね、 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 本当ね、そうです、本当にもう、はい、大変大変。ココアラはですね、ジョン・ポール・ジョーンズがねどんどん今日何回出るんですか今日何人いるんですか今日。6人ぐらい、6人ぐらい、はい、あ、そう、そう、1人で全部やってるから、あ、バンド、うん、ほうほう、ジョン・ボーナムもいるし、あ、そうそう、ドラムがジョン・ボーナム、ボーカルがアクセル・ローズ、あ、豪華ですね、そう、ギターがリッチ・ブラックも、あ、豪華ですね、そんな感じで。なるほど、はい、あそこになんかおっかない人もいますけど、ね、ちょっとついでに出てくださいよついでに出てちょっと交渉してきますから、ね、よろしくお願いします。なんかね、すっかりね、他局なのにね、はい、FM 大白色が、はい、出ちゃってますけども。いや、いいんですいいんです、いいのかな、いいんですいいんですいいんです、あの ね、 ね、はいはい、みんな仲いい仙台のコミュニティ FM 協会ですからね。ああ、そうね、はい、うんうん、はい、いいということで入ってますから、うん、ね、そうだそうだなんかね、お、来てくれるみたいよ第一声がうふふふ、さすがだね。いやー、この登場の仕方はね、はい、なかなかないんじゃないかな。なかなかないですね、うん、はい、夜9時ね、夜9時、うん、はい、ついにリビドタイムにこんな形で お呼びすることが叶いました、はい、僕も太鼓に遊びに来た時はちょいちょいですね、いろいろお世話になっております、瀬田恵子さんです。こんにちは、あ、違うかこんばんはです、こんばんは蚊の鳴くような声だって言われたなんかもうね、はい、今もう高木さんはね、うん、さっきね、うん、ちょっと追い出してね、うん、へこんでるんで、はい、追い出したの、追い出しちゃったんで、追い出ばっかりなんですよね今日もやってましたからね。そうなんだ、何追い出したんですか今日。今日はね、なんか男の人の手を握って離さなかった、うん、あれやばいあれ俺昔から好きだったんですよって、うん、ファンだったんですよって手を握ったら、うん、ずっと握ったまま話してた。あ、そうなんだ。3分ぐらい。あー、やばいね。やばいっすね。やっぱあの時に火がついたんだから。
ボッと。アイゼンさんがね、うちの番組に出てくれた時に、あの高木さんと手の大きさを比べようと思ってね、あ、やりましたね、手のひらをこう合わせたんだよね、はいはいはい、そこから高木さんはもうキュンキュン状態だったの、うん、絡ませてこう指絡ませてたかな、どうだったかな、なんだけどもね、もうその時からね、うん、あの高木さんの方のハートには火がついてたみたいで、うん、そっちの人だったんだね、みたいだね、きっとねっていうことでね、そのきっかけを作ったのはね、アイゼンさんということで変なキャラ付けやめようね大丈夫大丈夫、泉だから泉だからね、そうです、他局だから大丈夫だから、ね、泉だからじゃないですあれ、泉 FM 泉さんはすごいたくさんいろんないい番組あるんですけども、うん、唯一このリビュータイムだけどうしようもない番組なんで、うんはい、いやでもあのほらね、全国の人が聞いてもらえるから、あ、まあね、うんうんうん、ね、だからほら全国の人にね、あのちゃんとね、高木さんがこういう人に行くんだ、ああいいですね、言っときましょう、言っといた方がね、はい、うん、ほんとおぎままみたいになってるね、キャラ付けがね、ほんとだね、やめようやめよう、いや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 、うん、おぎままですって今日なんか愛人さんかっこいいよねあれ、それもどっかで、それ前の世界かなあ、そうだね、前の世界や、そういう話も、違う、前の世界の前段階だよね、スタートする前ってこと？あ、なるほどね、声には入れてないから、あ、はいはいはい、あ、そうか、うん、なんかもうスタート前なのか夢の世界なのか、うん、現実なのか、うん、ここに来たら分かんなくなっちゃったね、ね、うん、ね、いやいいな、なんか今日は楽しいな、楽しいね、なんか勝手に向こうで話始まってる全部収録されてますよ素晴らしい、いやいいんですよ、もともとだってリードタイムは、うん、その週に、うん、あのうちのスタジオにフラッとね、うん、いる人たちで適当にだらっと30分はあの雑談して終わるという、そういう番組なので、うん、今日は、うん、あのロケーションが、うん、あのうちの松島の元おるスタジオからですね、うん、こちらの FM 大学さんのスタジオに、うん、来ただけの話でありまして、雰囲気的には変わりないと、そうです、なるほど、はい、早くさんのスタジオにいらっしゃる方でダラッと、ね、ダラッとね30分雑談をするというね、いやー大丈夫か、素晴らしい、大丈夫か、大丈夫、いいのか、大丈夫大丈夫で、さて、え、さてさて何さて誰って言うかな、誰、もういいわもういいよこんにちは、ドン・ヘンリーです、あー増えた、また増えた増えた、もう返すのが疲れてきたわ、これで何人目、4人目3人目ぐらいかな、そうそう、ボーカル増えたので、ね、ベースがいない、ベースはジョン・ポール・ジョーンズだし、ドラムがジョン・ボーナムと同じチェッペリになっちゃうんだけど、ギターがね、うん、どうしようかな、あ、これさっきリッチいたんだけど、あ、リッチ・ブラックモアですサイドギターがなんかやめようこの話ね全然食いつかないよね。なんかさ、すげえ、俺、アイデンさんは食いつくんだと思ったのに、うん。いやいや、食いつこうかなとも思うんだけど、なんかね、はい、冷めてる日向さんを見てると一緒に冷めといた方が美味しいのかな。そっか。だから、うん、アイデンさんは私の味方してくれてるんだってば。そうだね。なんか衝撃的な人を言おうと思うんだけど、出ないんだよ。うん、アクセル・ローズ以上の。そうなの、うん、いるかな、何で、あ、ほら、ひなちゃんは、うん、こんばんは、レディーガガですって出ればいいんだよ。なんで？なるほど、なるほど、なるほど。そうか。ダメなんだ。ガガの名前は使えないんだ。なんで？あの知ってる人にね、オライのガガっていう人がいるし、ガガ、あとはほらボンディスウェイ歌ってるでしょアイゼンさん。あ、そうか。うん。そうだね。ガガの名前は出せないぞ。そのつながりで、あ、なんだ高木さん。それ、ごめんごめん。忘れてた。いや、そういう意味で言ってるのかなと思ったら、すっかり忘れてんのもこの人。ただいま。あ、おかえりなさい。あ、華やかになった。いやーもうね、なんだかものすごくグダグダに。そう、うんとグダグダだよね。いやー、いいんですいいんです。あれはね、俺が録音しっぱぐったのが原因だよね。うん、これはね。これはまずまず。はい、ね。それがあったから今があるようなもんですからね。そうですね。はい。はい、いいんですいいんですいいんです。はい。大丈夫。大丈夫、でも本当にね、ここ何回かは珍しくちゃんとしたゲストさんを迎えた、うんうん、あの珍しく真面目なリビードタイムっていうのですね。だからさ、うん、なん、あのさここのくだりもさっき夢の中でやったような気もするんだけど、はい、私は、
真面目なゲストでしょ。え、いや何言ってんですか。あれあのリビドタイムが誇る不真面目なゲストナンバーワンですけど、ね、え、ナンバーワンなの。ナンバーワンなの。ナンバーワンですよ。おかしいな。おかしいよな。だってね、うん、そう、先週の先々週、うん、3週前ぐらいかな、うん、3週前ぐらいに、うん、リビドタイム始まって史上一番きっと まともな回であろう、うん、はい、サウンドクリエイターの永戸さんを迎えてですね、うん、はい、本当にびっくりするほど、うん、すごいちゃんとした、うん、だってね、聞いてくださいよ、このリビドタイムで、うん、曲ね、3曲か4曲かけたんですよ。かけたんだ。かけたの。そんなにかけたんだ。そんなにかけたの。すごいでしょ。すごいね。ありえないでしょ。うん、聞いたことない今まで。でしょ。そうなの、そうなの、そんなの、一応あの言っときますけど、僕ミュージシャンですから、はい、リビドタイムってある僕のバンドですから、ミュージシャン今一応あの後ろでぼやーっとかかってるのがうちの曲ですからね。あ、そうだね、はい、うんうん、そう、ちゃんと自分のラジオ持ってるにもかかわらず、ろくに自分の曲を思い出しないで無駄に30分話す、うん、うん、はい、そしてバックでなんかごしゃごしゃ喋ってるしね。いいっすよ。EGM 風にね。全然いいです。全然いいです。ブズ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 、うるさいんだなんか。ね。なんか今 BGM かかってんの。かかってないじゃん。収録だっつってんだって。録音さってるんだよって。大丈夫ですよ、斉藤さん。後で混ぜますからね、いろいろね。あの、よかったら、斉藤さんなんかあの、一曲あの、鼻歌でも歌っていただいたら、それ混ぜますけど、どうですか。だってもクソもねえわ。素晴らしい。面白い。なんか本当にね、あの外で2人がね、うん、こうボソボソなんかの話をしているのを BGM でここで喋ってた方が面白いね。あ、確かにね。なんかね、そうだ、そういう感じでしょうかな。何話してるんだろうみたいな ね。おかしい。ほう。あのさ、あなたさ。ちゃんと話す、なんでこうちょっと声低いの。編集する方大変なんだよ。あ、大丈夫大丈夫、編集しないから。あ、そう。あの、一切編集ね、ノーカットです。リビドタイムは何があろうとノーカット、これポリシーですから、うん、はい、そうですよ、そうですよ、そういう番組もあるね。今だってそういうやつをやってるんでしょ。やってるやってる、生放送。そうでしょう。そうだそうだ。生じゃないけど生放送に近い雰囲気で、はい、うんうん、何があっても、ね、うん、そのまま行くっていう ね、はい、これ大事、大事ですよね、大事、はい、ね、大丈夫、ね、本当大丈夫です。あの 前回ぐらいの永戸さんの放送があって、うん、それでその次の次の週かな、先週の放送 で、うん、今度は東京のバンドさんにですね、うん、来ていただいて、うん、はい、これもまあ結構ちゃんとした、うんうん、まあでも結構、まあ、そうだな、いろいろ、まあ、雑談も、まあ、ありましたので、うん、ほどでしたけど、うん、ちゃんと、まあ、あの音楽的なお話もありつつの、まあ、ちゃんとしたミュージシャンのゲストさんをお呼びいたしまして、ね、はい、そういう告知もいろいろありまして、ね、感じでございますけども、うんうん、そういう真面目な回もありつつ、ね、真面目じゃないの。何言ってんですか稲田さん。あ、誰もいいんですよ、リビドタイムは不真面目な回が正解ですから。あ、そう、はい、うん、なんか納得していいんだかな、どうなんだかは分かんないな。いいんですいいんですいいんです。いやー、そうか、今日ね、本当に、うん、何やってるの。あのね、窓の外でイチャイチャするのはやめてください。そう、俺も今そう思った、ね、なんかなんだろうね、なんか、うん、ね、バカっぷりやってますよね。そうそうそう。もうダメなの、横の二人揃うとね。なんで俺のせいじゃないよね。イチャイチャしちゃうの、ほらね。俺真面目だよね。違う、シワ喧嘩になってます。面白い。いや、ね、これはね、なんていうか、あのユーストリームとかなんか映像でお見せしたいですよね、うん、ね、ね、こっから撮りたいね、撮りたいですね、スタジオの中から外をね、はいはいはい、一応のリスナーの皆さんにざっと説明しますと、今ブースの中で僕と日向さんがね、うん、こうやって話しておりまして、うん、でそのブースの外で、うん、ね、ミキサーの前で、うん、高木さんと斉藤さんがですね、イチャイチャしてます、うん、そういうことです。はい、ということです、はい、してない。あれ、高木さん振られちゃってましたけど。いい、全然構わない。1ミリだって構わない。あ、そうだよ。ほら、際限が始まった。始まった。自分から最初に言い出したんだよね。ほら、あのマイクの前で喧嘩するのやめてください。わざわざ言ってるよね。うん、だって番組だもん、ちゃんと言うに決まってるでしょ。おかしいよね、その言い方。あの、すみません、お二人、あの、自分ちの番組じゃないので、
アイゼンさんのリビードタイムですから喧嘩しないようにしてください。そうでした。はい、本当に雰囲気うなんかね楽しい。すみません。大丈夫大丈夫。毎回は普通だって、斉田さん、言っちゃった。ああ、怒らせた。ダメだよ。高木さん。ダメだよ。女性泣かしちゃダメですよ。追いかけなきゃ。ね、追いかけたらいるよ、ここに。貞子か。貞子か。まあ、確かにロングヘアだけども。やってる、サダコやってる。斉田さんすげえ。あーやばい。なんかもうこれはすごい ね、局の垣根を越えて ね、はい、そうですね、こういうね、はい、ごめんなさいみたいなね。いやー素晴らしいですね、本当に素晴らしい。でどの時間で聞くと何気に全然違うやつが流れてるんでしょう。全然ゲストも実はワンセルフが流れましたみたいな。同じ金曜日だから。あ、そう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 、うん、そうだね、ね、そうなんだよ。いや真面目な番組じゃないって言ってるんだよ。分かんない。なんだそのこそこそ喋るのがラジオなんだからやめてって言ってるのに。ね、喋るなら堂々と、ね、堂々と、うん、はい、喋りなさいよ。なんかなんでそっちの方で喋ってんの。バーンって出したらいいじゃん。じゃあ今ケンちゃんにあんまりぴったりくっつくと暑、うん、苦しいなと思って、うん、ちょっと離れていたんですね。なるほど、うん、はい、うんうん、はいはいはい、そう言うんだったらそうなんでしょ。まあ夏だからね、これからもね。そうですね、そうですね、くっついてくんなって。そしたら嫌なんでしょう。いるわこういうカップル。いるわいるわ、夏の公園とかにおる。いるねいるね。いや面白い。いやなんかイメージ悪くなるよ。どんどん俺のイメージが悪くなっていくよね。大丈夫ですよ。全国的にイメージ悪くなってますけど全然大丈夫です。てか、うちがやばいと思うよ。2人じゃなくてうちが。あ、そうだ ね、あ、そっか、そうだよ。ほらもっとちゃんとして。もう編集聞かないけどね、うん、聞いてもしないけどね、うん、そうそうそう。このまま流すけどね、はい、全部流します、全部流します、うん、そうなんですよ。音楽性の話はどうなったの。え、音楽性、うん、そんな話1ミリもしてないですよ。してません。さっきなんかやってたと思ったんだけど、なんだっけ、これ音楽番組だよねっていう独り言が聞こえてきたの、うんうん。ああ、それは多分、いや、そんなことないですって、その後に言って、それでスパッと終わったんだと思う。うんうんうん。独り言じゃないよ。あっちと喋ってんだから。俺、言わないよ。そうかそうか、ブースの外からにするとね、ヘッドもしてないって人、うん、そう、俺に独り言喋ってるような感じになってるね。そう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 。ね、スピーカーの音上げてないからね、最初はね。こんなんでいいのかな。俺、だんだん切なくなってきた。だ喧嘩するときはおふればいいんだからね、うん、いやそれはいいんだけど。こんなの出していいの。いや知らないそれは。アイゼンさんの、うん、放送事故、放送事故だわね。もっとねいつもやばいのいろいろありますからね。いろんな危ない橋をたくさん乗り越えて。あ、そう、はい、そうです。本当にね FM 泉のあの F ごめさんにはいつもいつもF ごめさんごめんなさい、はい、本当ごめんなさい。高木さんからも謝っといてね。 F ごめさん、あのいつもそんな。あのファイル結構やり取りしてるんです。そうそう、ごめんなさいって本当にね、うん、かき乱しちゃって、間違って送る時とかもあるもんね。そうね、うん、この間もね、うん、そうだね、うん、何やってんの。また始まった。ほら、また始まった。せっかく謝ってるところに何やってんのはちょっとやばいよ、つながりとして。すごく怒られるやつだね。そうだよ、うん、やばいよ、気をつけて。いやー、いい、楽しい、うん、これね、あの、うん、高木さんと斉田さんに出ていただいて、うん、あの本当はさ、こうブースの中でさ4人で喋れればなとも思、うん、一瞬は思ったけど、うん、でも意外とこの形の方が面白くていいかもね。そうだね、うん、あっちはあっちでよろしくやってるし、はいはいはい、こっちはこっちでそれを眺めて楽しめるし。そう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 。新しいねこのスタイル。ね、いいねっていうか、なんかまだブツブツ言ってるし、なんかす俺すごいこの人斉藤さんがやる気ないのがうんと気になってしょうがない。もう何おおやる気満々。
嘘つけよ。なんか面白いわ。いいな、本当ね。本当にね。そうだね。リミッドタイムに出ていただくとどんな素晴らしいパーソナリティの方々もこうなってしまうというですね。そうね。はい。いわゆるマジック。マジックですね。マジック。はい。アイゼンマジック。ね、何？リビードマジック。リビードマジック。言える。言ってごらんじゃん。リビードマジック。絶対おかしい。斉藤さんでした。ここエコーかけてあげてね。ああ、やろう。ね、うん、やってあげて。いや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 ね、はい、ということでですね、うん、楽しい時間はあっという間に過ぎ去るもので、何喋ってたか分かんないわね、はい、分かりませんね、本当にね、告知とかしなくてよかったの、はい、ね、そうだ、ちょっとだけ言いましょう、今日土曜日金曜日だから、うん、明後日ですね、日曜日、うん、リビドとっておきの音楽祭出ます。大事じゃん。すっかり忘れてた。そうです、はい、仙台街中で繰り広げられますとっておきの音楽祭、うん、はい、リビドは、高等大公園の円形広場、うん、円形公園、うん、はい、交差点のところですね、うん、はい、角のところのステージでございます、うん、市民広場側です、うん、はい、そこで、夕方の4時20分、うん、はい、16時20分から、うん、やっておりますので、ぜひ皆様、うん、きっと天気はいいと思いますのでね、そうだね、はい、遊びにいらしてください、うん、トイレ近いよ、はい、そうだよ。トイレ近いよ、ね、トイレ近いってトイレに行くのが回数が多いって意味じゃなくて場所が近い。どっちもね、どっちも OK よ。トイレが、トイレが近いからトイレが遠いと困るってこういうね。そう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 、はい、ね、近い場所にあるからトイレの近い人も OK よ。はい、ね、はい、あ、よかったよかった。ありがとうございます。はい、はい、あ、すみません、あともう一個、うん、もう一個、あ、もう時間ね、いや、いいの。明日夜、はい、国分町シャフトの方でですね、うん、ベリーダンスマイシャの、ユニットの皆様と一緒に、夜僕10時頃かな、うんうん、はい、そろっとストラボでやってきますので、ぜひそちらもよかったら遊びに来てくださいということでございます。はい、はい、はい、ということでですね、では皆様また来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。